平松時安は、幕末の公家、明治期の官僚、検察官、新潟県令、元老院議官、貴族院死者議員、近景官司公などを歴任。ジュニー、君三党死者平松屋第13代当主である、昭和言、平松次元の長男として誕生。安政2年に元服し、昇殿を許され、会見助に任じられた。 源氏元年7月19日金門の変に際して、長州藩に加担し三朝停止などの処分を受け、慶応3年に1月に許された。母親戦争では慶応4年に1月2日、政党将軍忍那寺宮、吉明新郎に随行を命ぜられ、大阪に出陣し、軍事書記役、軍官を務めた。同年2月20日参与に就任。以後、軍事務局兵係、弁 三河国裁判所総督、三河国県東東海国沈武士を歴任。同年6月29日政府軍慰労のため10日。明治元年10月14日県弁寺に就任。以後、岩城国巡札し、民部官副知事心得を務めた。明治2年6月2日母親の選考により、焦点六五十国を衛生化しされた。同年7月8日区内ら県大進むに就任。 明治3年6月19日、第二次新潟県知事に就任。明治4年11月20日第三次新潟県が成立し、初代県令に就任。新政府の政策を推進したが、大河松分水掘作工事の負担に苦しむ農民等による定助騒動が発生し、明治5年5月24日県令を免本館となった。百七十六年十二月都市子。 内親王志向に就任。以後、区内省御用係、大城管内務部勤務、内務省御用係、同省庶務局勤務、東京府高島地区長、区内省編纂局勤務、同省新刊御用係、司法省御用係、検事、東京高訴裁判所詰め、大阪市新裁判所詰め、大阪高訴院詰め、長崎高訴院詰めなどを歴任。 1884年7月8日、死者を除諭。1890年6月12日、元老院議官に就任。同年10月20日の廃止まで在任し、非職、同日、近景官主公を仰せつけられる。同年7月16日、貴族院議員補欠に当選し、貴族院死者議員となり、死去するまで在任した。母所は、青山倍増員。 長男の平松次日は爵位を継ぎ、陸軍機兵隊員。娘の達子は川上全米の5歳となる。同じく娘の三琴悟はこの絵集まろうの養妹となり、その下の即死は木下春哲の妻となった。実定に小松幸政がおり、その長女、雄厚と次女、誠厚を養生にしている。15歳下のでしと駆け落ちして、 世間を騒がせた二層の市城村明は孫、ありがとうございます。